で、この交感神経痛自体は結構そのまましておくと重篤化してくる時もあって、ある姿勢をしてるとなりやすいんですよ。はい、整体外科院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的解決していくための動画になっています。もしあなたが3件以上の病院、整骨院、整体に通って痛みが改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな人であればぜひこの動画を見てみてください。松田さん、はいよ。なんかこの肋骨のところが、うん、はいはい、ピリッみたいな、お、はい、あるあるやね。なんか触ってもここ別に骨しかないし、なんで痛いの？肺かなとか思っちゃうんですけど。はい、まあ肺もありえはするけど、まあ多分病院に行ったりするとかすると肋間神経痛って診断されるやつ。肋間神経痛、そう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 。肋間神経痛っていうのはこの肋骨あるじゃないですか、片方12個、片方12個で24個あるんですけど、肋骨と肋骨の間、肋間にある神経があって、この神経を圧迫して痺れがピリピリしてるとか、痛みがあるとか、力が入りにくいとかもそうだし、あとまあ触るとなんか痛いとか、まあピリピリしてる状態のことがこれ肋間神経痛って診断されることが多いですね。で、この肋間神経痛自体は結構そのまましておくと重篤化してくる時もあって、帯状疱疹とかにもつながってくる時もあるし、まあ何もしなくても勝手に引いていく時もあるしってのがあります。で、肋間のあたりにだいたい痺れ、痛みがあるとだいたい肋間神経痛っていう風に診断することが多いかなということで、うん、まあ頑張ってください。ちょっと怖いんで解説してもらって強制に終わろうとするっていうね。わかりました、わかりました、いいですよ。肋間神経痛ちょっとやっていきたいと思います。ということで、肋間神経痛ね、これ原因は何でしょう。肋間神経じゃないんですか。いや、このチャンネル何年目なんだね。肋間神経痛って言っても、原因はですね、背骨でやってくださいっていうのが、ありまして、背骨の治療するのがポイントです。で、理由はね、すごく簡単で、肋間神経痛ってのは肋骨の間にある神経が圧迫されちゃうんですよ。でも、圧迫ってどうやってされるのって言ったら、肋骨って、まあ、呼吸するときはこう、膨らむとこんな風に広がります。沈んでいくとこんな風に狭くなりますね。肋骨って動くんですね。肋骨って動きますよ。こういう動きします。こういう動きをするので、下の方にぐっと入り込んでいくとき、いわゆる吐くとき、吐くときにこう沈む、いわゆるこう狭くなる。でもじゃあ息って吐き続けてるかって言ったらそんなことないですよね。って考えると、なんでそもそもって話になるんだけど、これいわゆる下に縮ませるのって吐いてるときだけじゃなくて、である姿勢をしてるとなりやすいんですよ。これは何かっていうと、いわゆる猫背ってやつね。肋骨ってさっき言ったみたいに、こう、しぼんでいくと狭くなりますと。でも、しぼんでいくってためにはどうするかっていうと、いわゆるこれ、肋骨じゃなくて背骨についてますから、背骨が丸くなってくる。いわゆるこの状態になってくると、肋間ってこう、縮んじゃうんですよね。こんな風にぎゅーっと。なんで、これ、こんな風に猫背の状態になってるとこう狭くなっちゃうんですよ。見えます？伸びてると大丈夫です。猫背になってくるとこう狭くしちゃいますよ。なんでこれ猫背になってしまってると肋間を圧迫しちゃう。肋間圧迫すると中に走ってる肋間神経を圧迫しちゃう。神経圧迫しちゃうと痺れとか痛みになっちゃって、なんかこの辺が痛いになる。これがいわゆる肋間神経痛の原因です。であれば、これ原因が分かったらどうしますかって話ですけど、肋間が縮んでしまっている原因なんですか？肋間ですか？これ治療しましょう。じゃないんですよね。肋間って言ったら、これは猫背になってるからだよねって話ですね。であれば、猫背を改善していく。これがすごくポイントになってきます。じゃあ、猫背を治そうって言って、ここをギューって伸ばしていくかって言ったら、それしちゃうと、骨だけ動いちゃって、また戻したら、はーってまた丸くなっちゃいます。だからこれポイントは何かって言ったら、鍛えると緩めるんです。で、何かっていうとね、猫背になってるってことは、こう丸くなってるわけですね。ってことは、後ろ側の筋肉、背骨の筋肉って伸ばされてますよね。ビチッと伸ばされてます。こんな風にバチッと伸ばされてます。逆もしかり、前側の筋肉っていうところ、前側の筋肉は、ぐーっと丸くなってるから、ちっちゃくなってる。いわゆる短縮してますね。そうすると硬くなってますね。で、考えていくと、これを伸ばそうとするときに、前側の筋肉が硬いままだと、これ伸びないんですよ。だから、ポイントは、まずは、
肋間神経痛になったら、まずはここの背骨を伸ばしたい。背骨を伸ばすためには前側の止めてるものを解除しないといけない。そうなってくると前側にある大胸筋とか小胸筋を緩めてあげる。でも緩めてあげてもこれ前に行くパワー、いわゆるこう、後ろから前に押すっていうパワーができなかったら、これまた硬くなっちゃいますよね。このままになっちゃいます。緩めても動こうとしなかったら無理だよね。動くのが後ろの筋肉。なんで伸びきってしまって全然使えてないこの背骨の筋肉を収縮させていく、いわゆる胸を張れるように胸椎の伸展を出していく、ぎゅーっと力、肩甲骨の間のところに力を入れていく。そうすることによって前側を緩めたところが前にぐっと押し出されていく。そうすると猫背で圧迫されてて肋間神経痛だったのがこれ伸びてくることによって肋間がしっかり開いて神経を圧迫しなくて、じゃあ何しましたかって言ったら、曲がっている原因である前側の筋肉を緩めていく。大胸筋、小胸筋っていうこの胸の筋肉を緩めていく。プラスアルファ後ろの筋肉が収縮する。いわゆるこの腰頸筋とか多裂筋がしっかり入ってくる。そうすることによって肋間が開いていく。開いていくと圧迫解除されて痛み、しびれが改善しますよね、男子。なので、肋間神経痛で狙うべきポイントは、まず胸の前の筋肉を緩めていくこと。そして後ろ側の腰頸筋だったり多裂筋をしっかり収縮入れていくっていう運動療法をやっていくこと。この二つがしっかり揃うことによって肋間神経痛を改善する可能性が高くなる。だから、そんなに複雑なものじゃなくて、シンプル。曲がってるから前側が縮んでる。前側を緩めましょう。後ろ側が伸びてる。ここを縮めていく。いわゆる筋収縮入れましょう。ただこれだけです。緩めると鍛える。そして、これを立った時にやっぱぐずっと崩れちゃうので、下半身からまた作っていきながら、いろんな連動させていこう。これがムーブメント。これは私たちが生体復活でやってる MSM、モビリティ・スタビリティ・ムーブメント。だからこういう風にやっていくことによって、肋間神経痛ってそもそも何？原因って何？猫背。猫背が分かれば前を緩めて、後ろ側を鍛えていけば伸びてくる。伸びてくると痛みが楽になってくる。肋間神経が楽になってくる。まあこれをね、流れを繰り返すことによって、痛み、しびれ、しっかり改善していきますので、もしね、これ見たそのあなたが、肋間神経痛、もしくはここから来る肩こり、首こり、もしくは腰の痛みであれば、生体復活の方にですね、電話していただいたりとか、LINE で予約できますので、そちらの方、ぜひしてみてください。で、テンポに関しては、概要欄の方にテンポの情報を貼っておきますので、もし気になった方は、ぜひそちらの方から問い合わせしてもらって、ぜひ LINE してみていただければ嬉しいなと思います。ただ、さっき言ったみたいに、筋肉を鍛えていくってことをやるのに、1回で改善できるかといったら、そんなことないですね。しっかり筋肉なんで1回じゃ筋肉つきません。何回も治療していく必要があります。ただずっとっていうわけじゃなくって、うちであれば症状にもありますけど、だいたい1ヶ月から3ヶ月、3ヶ月から6ヶ月間、だいたいこれらの期間で、まあ重症の人でも半年で、通う人でも1ヶ月間しっかり運動していったり、運動療法をしっかりやっていきながら痛みを改善しましょうってことをさせてもらってます。概要欄の方チェックして、ぜひ店舗の方に全国でやってますので、ぜひそちらの方にお伺いいただければ嬉しいなと思います。はい、ということでね、今日はここで終わりにしたいと思いますけど、今日の話よかったらぜひチャンネル登録していただいて、ぜひ見逃さないようにしてみてください。あとは高評価とコメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひね、こんな話も聞きたいとか、こういうの学びになったってことをね、コメント欄でぜひ書いていただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。では、今日はこれで終わっていきたいと思います。ぜひね、この肋間神経痛ってやつはしっかり改善できますから、しっかりね、知識をつけて治療法をやってみていただければと思います。では、今日はこれで終わっていきましょう。今日の動画の時、どうも。ありがとうございました。また見てください。松田さん。はいよ。ここってなんか筋肉あったりするんですか？ありますね。これは外肋間筋と内肋間筋って言って、二方向の筋肉があるんですけど、まあ、吸う時の筋肉と吐く時の筋肉っていうのが、この肋骨、肋骨の間にはありますね。あとは、前屈筋だったりとかっていういろんな筋肉もついてるけど、まあ、肋骨の間で言うと、外肋間筋、内肋間筋がメインかな。その筋肉が痛いって時もある？筋肉が痛いの可能性としてはあり得るかな。ただ、呼吸器疾患があったりとか、あとはずっとこの姿勢で硬くなってるのがこう伸びてきて痛いとか、まあ、それもあり得はするかなってぐらいかなと思いますね。ありがとうございます。はい。まあ、なんで、筋肉の原因なのか、神経が原因なのかとか分からなかったら、一度ね、整体の方に来ていただいて、しっかり治療していただければ嬉しいなと思いますので、ぜひね、店舗の方に問い合わせやってみてください。頑張って！